日本の都道府県のうち名前に山が含まれるものは山形県、山梨県。はい、どうも、北島倉です。山本です。山上です。もう問い読み止まらない。え、急にリンダになったの。え、山本リンダさんのリンダって言うんですか。顔立ち。冷静に考えてほしいです、皆さんに。ボタンを押されたら問い読み止めなきゃいけないじゃないですか。ああ、ね、そうですね。これってさ、問い読みかわいそうじゃないですか。おもっと読みたいのに回答者がボタンを押しただけで問い読みをやめなきゃいけないっていうのはちょっとおかしい。いやいやいや、早押しクイズってそういうもんそういうもんです。でも確かに僕らが普段喋ってるじゃん、うん、なんかまだ喋りたいことあったとしてこれで止まんない。今日のルールを説明します。はい、早押しクイズを6問やります。正解で1ポイント、音はその人をお休みで他の人を押すことができます、はい、で今回はボタンを押しても問い読みが止まることはありません。はい、うん、正誤判定者は別にいますので、その方の3カウント以内に答えてください。おお、今回正誤判定のトラマスがいます。はい、止めます。結構重要ポジションだ。いっちゃん僕のオペレーションが複雑です。でも普通に正解してくれる。そうそうそう、そうです。いってみようか。はい、それでは1問目からいきたいと思います。よっしゃ。問題、車両の運転者が危険を感じてからブレーキを踏み実際に聞き始めるまでに車両が走る距離を何という。あんま聞いてない。空速。いやもう押されたからもう聞かなくていいやと思ったけど制度距離でブーってなった空速距離。こっち聞かなきゃいけないし、こっちの続きも聞かなきゃいけない。めっちゃむずいことになって。早めに押されるとね、聞くものが2つ。確かにね、3秒の間に聞きながら考えるのが無理だ。あー、ブラポリー、あー、せーの、あー、せーの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 。今の問題を言いますと、車両の運転手が危険を感じてからブレーキを踏み実際に効き始めるまでに車両が走る距離を何という空想距離。ブレーキを踏んでブレーキが効き始めましたから車両が止まるまでのことをしているみたいな。そうだね。はい、これで、ね、生音声スコーチです。よーし、よし、こうちゃんは最後まで読めて。めっちゃ嬉しい。逆に今までそんなストレスだ。それは申し訳ない。やめた方がいいよ。本当に向いてない。向いてないからね。なるほどね。それでは2問目いきたいと思います。問題、日本の都道府県のうち名前に山が含まれるものは山形県、山梨県、山口県、富山県、岡山県と、何。あ、なんか聞こえない。俺も答え分かった今。俺絶対いける。3、2、1。山口県。え、何言ってない。何言ってない。和歌山県。いやー、和歌山行ったよ。和歌山行ってないわ。和歌山行ってないか。俺なんて言ったかというと広島って言った。なんで考えることめっちゃ多くて。めっちゃ多いね。俺の心情を言うと広島って言った時にあれ広島って山ついっすよ。座ってたかと思って。影響受けるね。受けるね。気になっちゃうもんね。気になっちゃうね。これでね、上回し2ポイントです。2ポイントだよ。いやー、全部だろ。はい、それでは3問目ですね。3問目いきたいと思います。問題、機動戦士ガンダムの中に隠れているイベントなどにおいて人が自然に通せん通せん。うわー、はい、そうした。すごい。今正解ちょっと嬉しくて途中止まっちゃった。イベントなどにおいて人が自然に通せん通せん。うわー、はい、止まってたよ一瞬。止まってた。あ、じゃあ正解だ。おー、素晴らしいですよ。よっしゃー、すごいな。嬉しい。いや、完璧だったね。完璧だった。完璧だったね。俺より早いと多分無理だったね。はい、今の問題を言いますと、機動戦士ガンダムの中に隠れているイベントなどにおいて人が自然に通ると想定される経路を示す線はない。あー、おー、ね、すごいですね。皆さんもね、だんだんもうこのクイズこそ分かってきたと思うんで。よし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 。これ分かってないけど。分かってない。はい、それでは4問目に行きたいと思います。問題、今から読み上げる文字列を並び替えるとある昭和の政治家の名前になります。その人物は誰。えい、3、高くかな、1、田中角栄。おーし、あーし、すごっ、すごっ、ういういいや、ちょっと聞きたかった。佐藤です、佐藤君。確かにね、さって言ってなかった。
え、言ってないですよ。僕の3が3に。あややこしい、ややこしいな。そういうことか。やっぱ早く押すべきなんだよ。山本が成功してるだけ。たまたま昭和の政治家いっぱいいるから、いっぱいいる。そうよ。これでね、山本さん2ポイント、山本さん2ポイント、加算0ポイント。やばい、もう押さないと。はい、それでは続いての問題です。問題、標高3776メートルと、さあ日本で一番高い山は富士山。いやあ、この問題めっちゃ簡単。いやでも日本にはいろんな山があるわけで、いや全部の問題知ってるじゃないじゃん。いや日本にたくさんある山だから、最も高い山を決める。それじゃとっても難しいかと僕は思う。みんなもこの問題もし分かったなら、そのことを俺からの人生を歩んでほしい。え、終わった。もう聞いてなかった。終わった。何？最後は？最後は何？僕の感想は、あ、感想も返した。あ、問題も。ちなみに今誰が正解になってますか？分かってないよ。はい、ちなみに今の、問題文のみ、理解しますと、標高3776メートルと日本で一番高い山は何？新聞読み返しますと、いや、まじで興味ないです。指微動だにしなかった。富士山だなぁと待ってたんだけど、なんで。続いて最終問題です。よしよし、お、これでクラスが正解すれば同点優勝。そうだね。はい、もう最初問題、僕もね、もう命がけで作りました。いや、命がけだろ、命がけだ。本当に命がけで作りました。こんなにこの問題に命を込めたことない。このままトークは押したら止まんない。もういいかな。もう止まんないか。もう止まんない。いきますよ、最初問題。問題、声に出して読むと呪われる、最悪の場合死んでしまうという都市伝説も有名な詩集、砂金に収められた西条伊賀その短編詩で、ドゥイノの光って、うわぁ、なんか違う。ズバリその本文は で、あれは何？これはもうめっちゃヒント出てた。3 2 1、ドミノの一人旅。あ、そういうことなんだっけ。確かにあんま聞いてなかった。3 七山2 七谷。あー、やばい、あれと死にそうだけど。ちなみに正解わかりましたか、トミノの歌。あー、惜しいですね。トミノの地獄。トミノの地獄。あれ、こうちゃん、こうちゃん、あれ、ちょ、問題文もう一回。僕さ、呪われちゃうんだと思って、じゃあ、止めてあげようと思って押したら、これ止まらないよ。関係なかった。俺らには使えなかったね。ちょっと無理だったね。そうですね、山田さんが多分そういう意図をしたかと思って。無理だ。僕が正解してても読んでたから関係なかった。僕には何もできなかったね。あの、今日は一応出てもよかった。最悪の場合、最悪の場合死んでしまうなんて。いや、今日は全部ね、読めたんで非常に良かった。よかったけど、途中なんかすごく苦しい。これで全問題終了しまして、福田さん1点、山本さん2点、山本さん2点で、山本さんと山本さんの優勝。でも最後まで攻略法が分かんない。分かんない。これは多分ないんだろうね。分かったら押すっていう。はい、今日はね、押してもクイズ止まりませんでしたが、皆さんもね、なんか止まらないクイズを思いつきましたら、お答えください。止まらないかどうかというさじ加減。コメントに書く中にも最後まで書けたし。はい、ということでね、頂上500回よろしくお願いします。それではさよなら。続いてもらいますね。バイバイ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てくださいね。